よし。配信しよう。違う違う違うって。違う、配信つけただけ。いやいや、ゴッチさんの声は入ってない。入れる？入れるよ。冗談。いえ。え？あ、いえ。はいや。いや、ゴキさんだけ早い。シュークリーム美味しいよ。ストレートの。いや、食えって、マジでうまいから。え、何食うの？うまい。あるあるある。いや、当たり前よ。食べたことあるから言ってるよ。食べたことあるから、うん、言ってる。ペロペロペロも。もう？そっちの方が気持ち悪いわ。レロ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 、レロレロ、聞いたこと。なんか有名だよね、それ。よくわかんないけど有名。うん。教員が誰なのかもわかんないけど有名。知らなーい。あー、ちょっとわかる。ショップないな、マジで。バレた。あるよね。自分の思ってる声とはやっぱ違うよね。嫌なんだよね。僕もそれで一回、なんか、慣れたって。うん。なるほどね。ガギ、あー、どうなんだろう。ガギっぽいかな。まあ、ちょっとわかるけど。
でも実際の声は多分違うと思うから。こんなんじゃない。パーフェクトブーツ、あ、5日前、ほんとだ。だってあれはね、びっくりするよ。僕も欲しかったし、かなり。一人でも行ったでしょう。だって僕これ多分一生使わないよ。いや。え、だって一生出ない可能性あるやん。もうゲットできんかも。ああ、この前、最終兵器出してたね。最近出てるね。なんか波があるね、やっぱ。そうだね。またそれがあるんだったら、そっち使って。でも、ちょいジャンもさ、ちょっと高くなっちゃうじゃん。ちょ、あんま気にならないんだ。そう。そんなでもなかったか。あ、いいよ。別に、じゃあ今日は入れよう。え？言いたい？あ、言いたくないか。が言いたいならいいよです。いや、僕いはや、そんなね、僕こと増えたんや。あ、入れてよ。俺ウェルカムやけど、もういいよ。もう俺大好きやけど、今。入れた。チンチンのあ、話やしてばい。る。あ、大丈夫。あ、いや、まだ早いって。ちょっと体力が少ないと、ちょっとやめて。プーチンの話するって言っても何話すんの、お いや、前。あ男同士二人で。チンチンから全然。何出るとか。やば、もうやそれめはろ。ね、もうそれはね、男同士で話す会話じゃないわ。映えがね、映えが。何言ってんの。何言うのね。手振るる。おい、終わりだけ おい、いじめるなよ、俺を。はい、テーフロルも、ごめん。ああ、ドラグーンも、相変わらずです。え、もう、日付変わったやんけ。てか、もう、たまったな。もう、よくね？イエビ。指たまった？本当だ。もういいっしょ。EFF か。ボットおらんのけ。どうしよっかなー。絶対に、下段終わらんやん。
ホットラント。もういい、まあいいや。今やけん、UFC でも言っとこうか。俺、モンさんにも言われてて、UFC 愛好家あったのにな、みたいな感じで。ね。なんだ、誰が作ったん、あのギルドは。EFC っていう名前の日本人がいるから、うん、その人かもしれない。何やそれ。本当に大文字で EFC っていう名前の人がいる。俺は EFC が大好きで、その名前つけたから。多分ね。そもそも、それともたまたま会ったとかないかな。それやったら思うんだけど。いや、ないやろ。まあ、UFC 愛好家ってつけるぐらいやけどな。嫌かな。もう、テンフロルはいつでも俺の味方やわ。俺も、俺を相談してる。僕も味方。ほらほらほら。あ、俺、ダメや、俺。3ショットじゃないけん。8ショット使えんで、これ。あ、お前ゴミやな。空気読めよ。え？いやいやいや。それは空気読めてねえわ。ダメだわ。で、俺がナインショットって言わないかんのに、そんな。いや、もうよう考えたら、よう3人であの紙吹き出したな。ね、3人だけっていうのがまたエモいわ。SC で出したいな。うん、SC であの武器出したいね。スリーショット。うん。出しとるしな、前、ちょっと前に。と、ツーショットのパーフェクトなら持ったんやけどな。結構特別感あるよ、やっぱ。うん。あぶねえ。あ、俺やばいかもしれん、これ。めっちゃ重い。今ラグってたね。いや、今もラグってる。あ、やばい、俺。落ちるかもしれん、これ。ちょっとそのまま帰る。この位置やばそう。大丈夫かな。あぶねえ。ええー。虫に当たっとるやんけ。え、マジでやばい。ガチでやばい。ちょ、俺守ってや、ちょっと。頑張るな。ちょ、マジでやばい。ちょっと俺パソコン落とすわ。これいかんわ。帰れた？うん、帰れたよ。ま、ちょっとパソコン落とす。いいじゃん、これ。うん、やっぱパソコンちょっと重いな。みんなディスコードですごい美味しい定食いっぱい並べとるね。ね。今日上園さんだったっけな。めっちゃうまそうこれ。これ何円するやろな。だいぶ高いでこれ。高そう。これ何が好きやったっけ。めっちゃ貝でかいやんこれ。待てがい。
見た写真。見た。この髪でかすぎやろ、マジで。最近パソコンの調子悪いな。もう扇風機って使ってない。さすがに使わないよな。もちろん。もう閉まった。閉まった。閉まってはないけど、寒い。待ってない。使ってない。お昼、お昼はぎっきり使えるよ、まだ。暑い、ちょっと日差しがあるときだけ。うん。まだやけど。夜はもう寒いよね。うん、もう布団にくるまったから、やばい。だよね。いや、俺んちはちょっと換気しとかな。湿気が溜まるけんね、結構。換気しっぱなしなんやけど、自分の部屋。それでも、すごい寒いわ、夜は。すごいね、10月からこんな寒くなるんや。俺本格的にさ、でも本格的に寒くなるの10月、11月ぐらいな。うん。いつぐらいやろな、マフラー。巻くようになるの。ほんと嫌やわ。身軽になりたい。俺ね、パジャマで寝るときね、どうしても、半袖、半ズボンのパジャマじゃないとね、汗かいてしまうよな。冬でも。わからん。冬でも。そう。そうなんだ。わからん。長袖、長ズボンやったら、絶対汗かく。で、途中で起きるんよ。そうやけん。いつもなんか、と、着替えせないかんだよ。びちゃびちゃやけん、汗で。なかなかしんどい。なんか、ほんまにパソコンに伸びてくるのも。ダメだな。あかんな、お菓子食べると太るな。やっぱり。食べよう、お菓子。マジでいかん。リバウンドした。いや、1キロくらいかな、うん。いや、多分これからやで、もっとやばくなるの。マジ。大晦日一番やばいって。俺は最近マジで筋トレし始めたけど、まだマシになってきおる。確かに、年末年始はやばい。本当にやばい。若いも筋トレしよう。もう俺今全身筋肉痛やわ。上半身だけ。今週もまたあそこに行ってしまったわ。お。例の場所に。レスリング。そう。今回はスクワットも入れて。なんかね、教えてもらったんやけどね。うん。ベンチプレスで使うなんか輪っかみたいなやつあるやん。棒の横につける。うん、うん。あれ20キロ、一つ、めっちゃ重いよ、20キロでも。うん。あれを、胸の位置に持ってきて、それを、大きく、上で、回すんよ。イメージできるかな。
胸の位置に持ってきて、手で持つ。うん、手で胸の位置持ってきて、うん、肩の上を、の頭の上通して、一回転させる。うん。いいんだけど、もうそれがね、きつすぎて。もうそれを永遠と続けよう。永遠、うん。もう、すごいよ。久々に痙攣したもん。筋肉。相当痙攣したもん。やばい、日焼きそう。まだ10分は大丈夫。あ、きついなぁ。はよ、パソコンしてくれ。また、ミトゾツさんの料理うまそう。マジでゴミや。味噌汁の回がでかいな。もうやろう、さっき言ったや。今ちゃんと見てる。あ、なるほど。ちょっと高いで。まーちゃん料亭入っとるかな。でも、上澤さん、アメリカ住んでるってなったっけ。上澤さんは違うこと。あー、違うんや。コシュタハラ。アメリカ、うん、アメリカでこんなもん食っとったらすごいね。いや、もう、ワン行くよ。ワンっていうか、日本円で。アメリカ。ああ。これでもすごいよ、海鮮丼。海鮮丼うまそう。これはね、えぐいて。だってこれの一個上の写真、くまさんだもん。かわいいな。かわいいな。激しいな、ギャップの差が。オクラの漬物ねえ、これ。あえ物。オクラかそう、インゲン豆か。いや、オクラじゃねえ、これ。オクラかね。わかめこれ。いや、オクラのあれが入ってる。ちゃんと。粒が。うん。オクラも大好きなよ。でも、粘り気なものも基本的に好きやけどな。納豆も？納豆も好きよ。へ、納豆マジ体にいいけんな。ほんまに。うん。まあ、粘り気なものも基本的に何でもいいし、体には。あ、じゃあ俺も乗せよっかな、今。来たやつ、香川に。お。あ、いいスト開いたって。うわ、やばいって、マジで。これ、右のやつがすっげえ曲がったんや。もうちょっと待ってくれ。これ SC 行けんかもしれん、俺。あ、麻婆豆腐いいな。四川麻婆豆腐って言ってね、めっちゃ辛い麻婆豆腐。結構量あるように見えるな。うん、めちゃめちゃ良かった。やっぱ豆腐がね、いっぱいあった。すげえか。まあ、山椒ってわかる？うん。山椒めっちゃ入っとってね、しびれるような辛さだった。いえやん。いや、でも俺辛いの大好きやけん、めっちゃ好きやった。なんでこんな最近パソコン調子悪くなってんだろう。
バカにまたあれ、コメダいかんの。どこ？コメダ。コメダ。うん。いやー。なんか他の料理。パスタ食わんの、パスタ。電車乗らんといかんからな。あそこのパスタちょっと気になるよね、俺。なんか麺類は夜しかないって。おー、マジで。そう。いや、コメダ夜。コメダをディナーはちょっとないわ。ないよね。わかる、うん。朝ごはんランチイメージある。うん、朝ごはんかランチやろ、絶対。あ、3時のおやつ。いやいやいや、ありえん。なんでちょっと豪華な3時のおやつでいいやん。それは、若いがダイエットしてるけんやろ。くそー、今ってノートパソコン見たら結構いい性能ションかな、今時のノートパソコンって。いい性能してるっていうのは、んなんていうんだろう、もうなんていうのかな、容量とかもすごくて、もうすごいローディングとかも早いってこと。アスペックがいいって言えばいいかな。ノートパソコン、デスクトップは絶対いいやけど、ノートパソコンはどうなんやろって思って。10万あれば、まあどのゲームでもできるかなぐらいだ。ノートパソコンでね、うん。10万か。負けーなぁ。SB やるだけだったら別に3万でもいいと思うけど、うん。割に合わんのやけど、全然。マスモフォビアはできないな、それだと。え、3万で ?3 万じゃあね。あ、まあ、今みたいな感じでいいんだったらできるよ、多分。その、今のゴキさんみたいな感じで。うん。なるほど。ああ、て、やったら、っていうか、忘れとったら、マスモフォビアもやるや。今落ち着いてきてないし。ああ。また今度な。また今度。やろうで。うん。また次通話するときぐらいにでも、どうせお前モチベ下がっとるしよ。いやーいや。ちょうどいいや。最近スターブレイク楽しかったからな、うん。他のゲームとか考えてなかった。おお、いやー俺も同じやった。5分は大丈夫だ。ワンチャン間に合うかも。イースト、うん、ファースト、セカンド、どっち行く？今んとこ。今んところファーストかな。うん、うん、うん、うん。俺ね、一人暮らしするときはね、なんか、食欲とかは我慢できるんだけど、とか、おやつ食うの我慢できないけど、うん、実家に行ったら、めっちゃ食いたくなるよ。なんか。何それ。なんか解放されるよ。もう食いたいが。食いたい欲望が。これがちょっとあかんねやな。
冷蔵庫パカッと開けたら美味しそうなのがあるの。うん、あの冷蔵庫は誘惑やけん。誘惑の扉やけん。でも絶対に開いちゃうよね、家帰ってすぐに。当たり前やん。開くやつおらんやつ。なんかあるかな。あ、冷蔵庫か冷凍庫開くけん、どっちか。わかるわかる。両方見る。大体冷凍庫にアイスクリームあるし。そう。で、なかったらしょぼーんってなるんや。え、何やんけみたいな。せっかく帰ってきたのにないって、みたいなね。割に当てねえわ。でっていうが、マリオ64の RTA ハマってる理由、なんとなくわかったわ。なんで？なんか、でっていうがね、前、マリオ64の RTA ハマってるみたいに言ったよ。うん。まあ、結構、RTA の中では、マリオ64ってめっちゃ一番有名なんやね。最近知ったんやけど。マリオ64。マリオ。まあ、その RTA ね。RTA するゲームで、マリオ64がめちゃめちゃ有名みたいな。っていうの最近知ってんの。ああ、確かによく見るね。やけん、デッティーとかも見ようかなーと思ったり。うん。RTA やったらバイオハザードが好きなんやけどね。見るのやったら。バイオハザードの面白い実況者がおるけんね。もうそろそろ入れそう。どうしよっかなぁ。リノリュー完全に上げとるよ。お前 GW で行く？僕はまあラスクウィング。うん。いやね、そうよね。誰か言ってくれるかな。どうだろうね。まあ HP40 あるけん。一人ではランできるけど、とりあえず、でも、なんで、完全に終わらせようよって、今日開くんやったら。もしもう入れそう。オッキさんってルーターあるよね、家に。なんて？ルーター。あの、インターネット。ルーターっていうのは、なんか Wi-Fi みたいな。Wi-Fi を飛ばす機械。どんなやつ形？多分ある。あるはず。なかったらゲームできてないことない。インターネットとか、オンラインとか。うん、できないよ、うん。ってことはあるじゃん。あ、まあ、ある、ある、だった。出てきたー。うわ、こいつやりやがって。今日の昼も、はい、家の。あ、開く、待った。早く。もう最低、マジで。まだないけど、こっち。あー、ふざけんな、ほんと。まだ間に合うかな。いいっすね。いや、開くよ、もう。開くよ。いくね。あ、いける。ワンちゃん。イーストね。ローディング。ん？スチーム開いてないかこれ。おーい。なんで早押しって、あ、スチームやー。ざけんな。スチームさっき切れたやろが。急げ、急げ。急げ、急げ。
はい、SDP 開いて、はい、スターブレイク開く。え、もう開いたん？もう開いてる。あ、開いたんかい。もう遅いよ、これ。え、間に合うまだ。え、あ、え、いい人は間に合うよ。勝ち遅そう。何してんねん。ああ、よかった。え、これ大丈夫かな？ウエンスト間に合うかな？入ってみるか、とりあえず。アイーストを行ってみていいんじゃないかな。右下を割り。うん、オッケー。まあ、入ろうか。最悪や。なんとか。うわぁ、なんかやばそう。なんかめっちゃやばそうやな、これ。うん、多分俺サードかな、これ。サードだったら多少人いるんじゃないかな。うん、25人ぐらいおった。あ、まあ、メンツによるな。メンツ次第ではいけると、うん、いや、これちょっとメンツ悪いかもしれない。悪い。今知らない人ばっかり。FRVKS っていうやつをな。こいつはちょっと強かったんです。あ、弱いな、みんな。ちょっと弱いわ、みんな。やばい。マーク力が全然おらん。こいつ弱いか。よかったか。ちょっとね、どうしよっかな。俺、魔界に合わせよっかな。まあ、そのいい服ちょっと行ってもいいと思う。いいっていうか、まあ、ロビーで待ってるくらい。ウェンスの方が期待値高いんだな、俺。どういうこと？だっけ、なんか、いいアイテムが出るって大体、イースト、イーストじゃない、ウェンスだよ。イーストで出ることあんまないやん。てか、いや、ここでハイブを積もれたら、早期で、絶対間に合う。うん、俺が何すればいい話だけん。あ、で、めっちゃ来とんな。あ、25人か。その HP は取りたいよ。やばいなぁ。あ、でも強いやつおるな、一人だけ。見つけた。名前がぐっちゃぐちゃなやつだけど。ボーンズか。え、エミリーとテンフログ一緒？マガリと。エミリーとデッテイは一緒。絶対お前らいいのですよ。白デカかなぁ。いや、お前は白デカな判定で。もう、ちょっと味わってほしい、この苦痛を。ひどいなぁ。もうお前はね、白デカの感覚を忘れてほしい。うん、ああ、ね。そんな無駄遣いするから。あ、確かになぁ。うわ、みんな俺んとこ来るやんけ。効率悪い。みんなあれだよ、ゴキがいるからいけるって。ん？ワンブイワン。おう。ワイルドファイヤーで。うん、ワイルドファイヤー、俺は。ならワンチャンあるか。ハイブ次第やな。まだ1個目か。ちょっときついな。ヘイブ早くぶち当たってほしいよ。いや、みんなが一点に固まってやった。とけんね、多分無理なんじゃないかな。相当運良くないとね。
先進んじゃうか。おめえは進みすぎやろ。ついてくるな、みんな、俺んとこ。え、5機だよ、5機。あの5機。そう、マジで背後ぶち当ててくれ。本当に。いやー、だからか。これ、左下行った？まあ、早々に背部なんかぶち当たらんよね。でも背部でも2分か3分耐えたら、バンパーカーで2分3分耐えたら倒せるけんな。うん、いやそんなにかからんね。あー、ツインズ。やったぜ。でかい、これは。一つ目終わり。お前全部終わってんねん、お前ら。今終わった。片立つジャンプとハイブ。運悪いなぁ、でも。え、クローズ何分かわかる？クローズ、49やけん。やばいな、あと1、2分でクリアすな。ゲームクリアすな。もう間に合わん。そうやね、42分あたりやな、ギリギリ。これ無理やな、ダメだわ。いや、もうイーストだけで我慢すらい。イーストは行きましょう。ええわ、一つのコートで、でかいの出したらい。おぉ。一緒に出そうな。白でか。一緒にね。お前は出さんでいい。右行ったっけ？やべ、俺 SC だけを方向音痴だとしまうんですよ。
俺、このメンテって MVP 取れるわ。自信あるわ。やば、40人でボス入ったのに、今21人しかいない。半分や。10人ぐらい死んでる。え、ボス入る前に？ボス入る前40人いたんだけど、あ、ボス入った瞬間40人いたけど、もう10人ぐらい死んで、10人ぐらい帰って、21人。え？何があった？ワンちゃん来るかなぁ。いや、これ戻っていってしまってるかなぁ。いかん、ほんまよ、ポポンチは俺。ポポンチか。みんなについていった方がいいな、これ。サンタボーって強いって確信ないかな？あるよ。サンタボーはおる、とりあえずは。アベスト入った。うん、入った、アベスト。あ、いや、ゴキさん。またイースト入ってる。いや、まだイーストの。おう、はい、いや、間に合わんな、これ、もう。ダメだ、43分。中間無理やな。終了。だいぶ来てくれよ。2分の1いけんかった。4分の2か。まあ、パソコンもゴミやしな。おう。これはループしてる。あと一個、もう遅い。うん。終わるよ、こっち。はい、や。終わった。もう終わったけど。遅いよ。こっち終わった。遅いよな。まあまあまあ、ベッド行けるから、まだ。マジでふざけんな、ほんと。はい、来い。もっちり？はい、はい。あ、デッティが MVP やん。あ、ほんとだ。
まあ、ゴミっすね。ゴミかい。めっちゃ絡まってる、俺。あ、落ちたわ、俺。回線良くないね。なんか回線良くない。あ、やばいな。これで死んだったらどうしよう。ベスト閉じてるし。え、いい人だけ？マジか。はい、落ちた。なんでこんなに。なんかウイルスバスターをアップデートしてから重くなったな。お前まだやる？もうやらないよ。いや、やんないよ。終わるよ、もちろん。おぉ。なんかサーバーに入れるんだったんやけど。なんで？サーバーフルだと思う。マジ？フルじゃないかな。あ、まあ、よかった。うわ。キャラクター見つけたわ。EGY マスターの人がめっちゃ来てる。なんで落ちるかな？ええわ、もうええわ。落ちよう。お疲れ。ガチでクセやわ、ほんと。じゃあ、おやすみ。おやすみ。またな。寝るか。Thank you.